うわうわメメントやん。やばいやばい。ぶち殺されるぞ。あかん。やばいやばい。これはあかん。鬼切断でリボン消失が一番辛いけど。あ、ゲーム始まったよ。どうかな。この読み込み全員おらん気がする。あ、おらん。ああ、もう一人おらへんわ。うわ、ちょっと待って、反応した。ハントレス。ハントレス。まあまあいいんじゃないですか。ちょっと屋外スタートやったんで外に再び避難しました。どっか行ったかな。うわ、まだ聞こえるな。歌聞こえるな。いや、これをちょっと新しいパーツ使って一つさっくり直してしまう。え、なんや、なんかすごいこの辺ずっとおる。うわぁ、うっそ。うわぁ、一撃斧や。あ、じゃあこれはうるめめかな。つうか、あの2階の2階バス探しに来るか。ささやきか。さっきも僕がいる外、ずっと外に動くから動いてなかったんですけど、この辺探し回ってたんで。ささやきか。ウィスパーかも。ちょっとこれ直しちゃおう。マジかぁ。これリボンとケーキにまみれた超低ポイントゲームの可能性あるぞ。やばいやばい。ああ、僕の真新しいパーツ。ミスった。いや、ルインついてたんですよ。ああ、え、ついてたろ。ルインついてるから、あのミスった時ゲージ増えないんですよ。グレード出し続けないとダメなんですよ。逆にめっちゃ難しくない？そうで、むずいむずいってやってたら見つかった。ハオクの真新しいこれはやばいな。ありがとう。あ、2階はちょっと安全じゃな ないな。どこや。いやー、ガチガチやな、これやばいぞ。フレディ来ましたですって。マジか。もう殺してくれ。嘘でも嘘でもこの試合中は。すまん、用ができた、殺してくれ。フレディの特殊能力すごい気になるんですよ。まあね、ちょっと俺こうでも怖そう。アープでも来たんや。そうか、じゃあこのゲーム終わったら絶対 DLC だけ買いに行ってきます。そうか、俺は別に買いはせ、箱を開けよう。助けに行く境にな。ちょっと待っときよし。あ、でもこの辺今戻ってきてますね。あ、マジで。こっちどっからこっち見てる。あ、どこ行った。あ、これはもうポイント稼げるだけ稼いで終わりかな。あだす。わ、めっちゃ来てめっちゃ来て。ああ、もうそれで終わりか。ああ、メメントや、ウルメメや。うわ、マジか。すげえな。ああ、めっちゃめっちゃ切ってくる、めっちゃ切ってくる。分かっててやられてる可能性あるな。まあでもウルメメ持ってたら確かに1回は絶対助けさせるはずなんで。
やーどうしよう。あ、聞いてください、僕2683ポイントです。でも2683ポイントしかもらってないのに1万ポイント超えましたよ、もらったポイント4倍やもんね。そう、これは頑張って、これは少しでも稼いで。マジか。いやいや、そばさんをフックから下ろすことによってもう、なるほど、一気に1500やから。このハントレス、なんで僕のことを殺したんですか。なあ、ほんまそういうのあるよね。なんか一人無慈悲に殺した後急に仲良くなったりする鬼、なんであいつ殺したみたいな時、そうそうそう、死んでいったやつにどう説明すんの。死んでんねんで。ポイントのことしか考えていない感じで、よいしょ。お前、あ、やば、お、ぐるってこっち向きませんでした今。うん、怒ってる怒ってる。ウキキ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 。じゃ、そもさんすごい距離離してる。これは治療間に合うのでは。やば、怖。あ、後ろ。は、そ。見られた。あ、見られてますね今の。見られたね。ほ。バーカ。おお。いやー、鋼の石やっぱ強いな。鋼の石は強いね。いや、やばいな。それ多分巻いてる音聞かれるかも。しょりしょり言うてるもんね。しょりしょり言うのおかしいですよね。ポイント稼がれるの尺やな、死んでもらえません。しゃあないな、じゃあもうセルフケア続けるわ。よいしょ。斧、斧取ってる。絶対このトーテム壊す。おお、おら、絶対聞かれてますよこの音。3000ポイント、3000ポイントやからもう。くそ、3000ポイントくれよ。ええやんけ3000ポイント。ええやんけ。あ、くそ、なんでやねん、ええやんけ、壊させてくれても。あれなんで釣るやん。一回も釣られてなくないっすよね。俺は釣られてたんじゃなかったっけ。まあ開幕、まあ、開幕地下に釣られた。あれ、じゃあなんで、あの、あれ、これどういうことや、どういうことや。あ、うまっ。え、どういうこと、どういうこと、どういうことなんやろ。ようわからんな、もがかへんほうがええんかな。どうしても見せたいもん。わからへん、わからへん、これはやっぱなんかおかしいよな。あ、
あおい説明せ、こい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 いんすかこれ、説明せこれセルフケア、こいつ説明せあ、なんかすいませんね、なんかこちとら女で顔割られとんねん。なんなんやろ見てるー怖い怖いよ怖いよ怖いよあ、来た、あー怖いよなんやねんなんやねん、すみません、なんか作業させてもらいます。何よりもすみません、十和子さん、メメントせっかくつけてきたから一人だけ殺しとこうっていう誰でもよかったんや気持ちの問題やったんや、恨みが、彼に恨みがあったわけではない、誰でもよかった、くそ2000ポイントやぞ、3分の2引いたわくそめっちゃ悔しいこんなルーム抜ければよかったありがとうございますへへへへへ発電機の場所教えてください。もうあの最後ほんま脱出する寸前でいいから、その時フェンミンが乗り移ったかのように一発芝居てもらっていいですかこいつをなんか、あ、トーテムある、ひひひひひひ、振りかぶってんの見えたスローでノーワンの、ノーワンのトーテムノーワンのトーテムいやもう全部さらけ出すやんちょ改めてこいつなんで俺のこと殺したんやめっちゃ美味しいわ、呪いのトーテムまで壊させてくれて、こんだけ慈悲深い心を持っててなんで俺のことを殺したんや、テレビ見てるやんかわいいサイコパスやこいつありがとうございます、僕もずっとテレビ見てるやん俺もテレビ、あ、映れへんねあいや私のことを目くらまししてもいいわよみたいな感じだったけど、俺もそんなことをもう恐れ多くてでけへんお世話になったから人死んでんねん、いたもいいのよみたいないたもいいのよみたいな、すいません、ありがとうございます、当てさせていただきますありがとうございますすいません、もう全員の有名枕に立ったるからなうん、覚悟せよ、ありがとうございます、え、もう腹立ってきた早出てもう俺もサムネどうしようかと思ってるから今すぐ出て、もうほんまにすぐに出て何見送りに来てんのこいつこいつほんまあー怖い、ありがとうございます、ありがとうございます、まだ何かあった時はよろしくお願いしますこの怒りが今からのトワゴスのフレディに、ちょもうリザルトで俺の横並んで走るのやめてお前らなんか仲間ちゃうから